僕が出会ったあのバランスって言葉ってそもそも何なんですか。出ました。フィッティングの中でどう使われる言葉なんですかってことが知りたい。はい、はい、まずそのバランスって一番聞く言葉だと思うんですけど、はい、すごくざっくり言うと、そもそもバランスっていうのはこのクラブの真ん中の場所、はい、はい、この全体クラブの重心、ここが、はい、これをバランスポイントって言うんですね、はいはい、で ここって何なのっていうものを、うん、専用の計測器を使って計算式で出したものがバランスなんですね、うん、で実はそれは5桁の数字で、後でこの辺にこう顔面が出てもらうと思うんですけど、はい、これはじゃあ具体的に何にすごく使ってるかっていうと、はい、例えばこのクラブ A っていうクラブをメーカーさんが、同じ工業製品として500本作りましょう、うん、みたいな時に、それぞれ その重量調整個体差をなるべく少なくする、全部同じように作ったと言ってもずれるってことを言ってるってことですか、はいはいはい、そうですそうです。あ、そうなんですか。工業製品なんで 1g、2g 重いとか軽いとかっていうものを微調整して同じ感覚、はい、同じもので作るためのものがバランス、はい、なのでこれがバランスが、D2、3、2とか3とかがどっちが合ってるのっていうのはそもそもちょっと今は使いづらいんですね。あ、そのフィッティングに使いづらい言葉ってことですか、はい、で、4、50年前まで遡ると、はい、当時ってそのスチールシャフトの重さとか、はい、ヘッドもこういうちっちゃいものしかなかったり、はいはい、グリップもその単一の重量とか、まあ、そんなに選択肢がなかった時代なんですね。似通ってたんだものが、はいはい、そもそもそれぞれの重量が近かったんで、はい、バランスっていうこの位置を探っていくことで、ここの重さがクラブとして、見てもそれぞれの重さって分かんないじゃないですか、はい、だいたい想像ができたってことですね、はいはい、まあまあそんなブレはなかったです、はいはい、番手間のバランスとかってその話でいくとどこまで影響するのっていうのがよくわからないって聞こえ、そうですね、あの測る機械ってありますよ、うん、なんかこの辺に置いて、はい、そうですね、こっちから大きい順にして14インチっていう場所に視点があるんですよ、ね、置いて、はい、先の重さかける長さですよね確か、まあ、もちろん全体も含めて、はいはい、これの3番アイアンと同じ素材に見えるけど9番アイアンってそれ同じだって言われる、はい、短くてもそう、例えばドライバーでこんな長いのに D3 っていうものもあるし、うん、こんな短くても重くなれば D3 っていうのもあるので、それを一緒にしたら何なんですか。ここですっていうこと以外はないんですね。だから同じものをたくさんの量を作るっていうところの指標でしか、こんな感じですよね。まあまあこういうことです。例えばこういう、例えば同じクラブを、製品として何十本何百本って作らなきゃいけない場合には必要なんですよ ね、はい、これ同じやつを作業してるんですよね、はい、ただこの D2 が誰のためっていうと、まあ、また全く別の話だ。これをクラブは D2 です。そうですそうですそうです、そうです、合わせました、はい、同じ例えば5番アイアンを買った筒さんと同じ5番アイアンを買った僕は同じところにバランスがありますよって言っただけの話でしょ、はい、ただまあアイアンセットの場合は同じシャフトで同じようなヘッドで、ずらずらっと5、6本今皆さん持ってるんで、例えば隣同士のものが、D の1と D の7とか、はい、ものすごい数字が変わってった時はもしかしたらこのヘッドの重量がここだけ重いんじゃないのとか、はいはい、軽すぎるんじゃないのっていうのを想像するのには分かりやすいですよね。まあそれは一定はね、はい、じゃあそれが、揃ってなきゃダメかっていうと過去の名機で揃ってないものもあるし、うん、揃ってるものもあるし逆フローのものもあるわけです。正解はないってこと。そうです、それぞれに合うかどうかのが大事なんですよね。だ例えば宮下さんのアイアンで言ったら、うん、6番の D2 の方が、7番の D3 よりもどっちが振りやすくてどっちが振りづらかったのかってことの方が大事で、まあ、振りやすさとバランスが合ってるかどうか今の話だとよく分かんなかったんですけど、あの感覚はちょっと似通らせてほしいかなっていう、はいはい、結局アイアンだしで、そうですね、イメージ的にはね、はい、でここのヘッドの重さが、うん、似通ってると似通うって感じる人もいるんですよ、うん、そんなことどうでもよくてこっち側のしなり方とか、うん、重さの方が大事っていう人からするとバランスを揃えたからといって似通らない人もいるわけですよ。ああ、なるほどね。似通せてほしい場所が皆さん違うんで、はい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 、僕のウェッジは、はい、サンドウェッジだけ重いし硬いし、はい、でもそうじゃないといけないと思ってるんですけど、うん、サンドウェッジだけ他と一緒にしてくれって言われた瞬間に
あのヘッドとシャフトとで、グリッパー変えてもいいけど、それはヘッドとシャフトは変えてほしくないんですよ、はい、それでバランス一緒にされても困るっていう、そうですね、そんな打ち方したくないしって、だクラブを作る側のあくまで基準でしかないと、揃ったから必ずしも合うかっていうとそうでもないですし、そもそも指導するときに D2 とか D3 とかって別に見て打たないですよね、うん、あでも、はい、使う側がそうしたければそうすればってくらいですね、極端にとそういうことです、うん、まあ、プラシーボ効果っていうとちょっと大げさですけど、うん、まあ、安心感の一つだと思っていただけると、揃ってるって分かることで気持ちよくショットができる、うん、自分がいるのかいないのかを、はい、あの問うてほしいですし、はいはい、でその方に、ちょっと面白い豆知識としては、はいはい、バランスが D2 とか D0、はいはい、はどうですって聞かれた場合に皆さんちょっと使ってほしい、はい、じゃあそれって数字で言うと何ですかっていうのをちょっと聞いてほしいんですよ。0.1523、はいはいはい、リンゴルフを見た方はこうこの辺かなんかにこう出していただけると思うんですけど、まああまり5桁の数字なんですよね、うん、その数字があまりにもその計算式で求められてるんで、うん、広まらないのでアルファベット変換したものなんですよ、はい、そもそも、はいはい、0と1の違いって、はい、5桁の中のわずか100ちょっとのこのちょこっとした数字の差でしかないので、はいはい、例えばバランスの、1ポイントっていうとここが1ミリぐらい長くなるだけでもう変わっちゃう話なんですよ、はいはい、アイアンで言ったらこうギリギリまで持ってる時とちょっとこの時って変わっちゃうじゃないですか、はいはい、あもうそれでもう違うそのレベルの話なんで、うーんでも打ってる人間からすると目いっぱいで持った時とちょっと持った時って別にクラブはクラブで同じもん打ってるって考えで打つじゃないですか、はいはい、重さは変わりますけど、はいはい、ただね太さも変わるからそこまで厳密なものじゃないですか、はい、それよりもっと変わってることがある、はいはい、それ以外にも短く持ったっていう自分の意識とか、はい、距離が近くなったとかっていうことをクラブの長さが変わったとかってことの方が複合的に絡んでくるので、まあ、まあ大きな違いはあったらあるかもしれないけどバランスでね2も3も4も5も変われば違うかもしれないけど、はいはい、直接合ってる合ってないとは関係ない。これ見てる人おっちゃんが多いと思うんですけど、はいはい、プロじゃないんだからみたいな話になるってこと、はい、プロでもよく分かんないになりますよね。そうですね、これはもう両方の逸話があるんですよ、はい、その、まあ、両方トップブルーゴルファーの話なんですけど、はい、A と B のそのヘッドの重量の違いがわずか 1g しか、はい、なかった、これが分かっちゃったっていう逸話、はいはい、まあ、それがバランスって大事だよねって話のまあ一つ、まあ、後押しになってますね。でもう一つはプロサービスのところで、バランスが足りないから重量張っといてくれっていう、はい、とある有名プロがいましたと、はいはい、でたまたま、そのクラフトマンが張るのを忘れて返しちゃったんです、はい、要するに何もせずに、はい、でそれを思ったプロはあやっぱりこっちの方がいいよねって言ってその後ナイスショットを繰り返したっていう、はい、両方の逸話が、ね、両方とも日本のトッププロゴルファーの話なんですよだから違いが分かることでプレーが良くなる人もいますし、ああそういうこと、合わせて自分のちょうどいい感じにしてもらったことでプラシーボ効果で結果が出る人も両方いるんですよ。そんなこと言われたら僕それ言ってくる人いたら、あバランスって言葉好きなんだなふーんつってしか思わないですよ。それ一番いいかもしれないだからその方は一ゴルファーに立ち返った時にそうだなと思っていただければいいですし、はい、じゃあ僕はバランスを無視してるかっていうと、はい、そうじゃなくて例えばクラブを組んでくるときに、はい、まあ、このヘッドとシャフトとグリップだから、はい、あこの辺のそのバランスになってきたときに、はい、多分打ったらこうなるなっていう想像とか、はい、仕上げの数字のときには目安としては使うんですね、はい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 、とか、ある程度のヘッド重量があることで例えば S で求めてるシナリオに足らないと思えばちょっと重くして S っぽくしならせたいなと、R だけどあんまり R っぽくしならせたくない、ちょっと S っぽくしならせたいなっていう時は先っちょの重りは軽い方がちょっとシャフトのその本来のそのシャフトのフレックス通りのしなり方をさせるのに、あそうか、硬さだけじゃなくて、はいはい、重心この辺だって話で振り心地は違うよねっていうのは、その重りが重りがあの実際のそのバランスに直結してるクラブ長さですね、同じ長さの場合は、まあ、そういう使い方の方が、それはいいかもしれないですよ。皆さんで言うとちょっとこう鉛を張るとかっていう作業、実はそこも半分やってるんですよね。バランスが分かるとこの辺でこうしなりそうは分かるんですか。はい、ある程度感じると思います。うん、はい、まだ成果はないけれどもまだそっちの方が分かります。でこれは他の人に別に共有してもらわなくてもいいと思うんですよ、はいはいはい、自分の中では、はい、
この感じでいいんだっていうのが見つかれば、はいはい、7番のバランスがいくつはこの辺でこういうふうにクラブが動きそうだからこうだって思える人はいいような気がする、はいはい、でそれにじゃあ何もかも、バランスとか、はい、あとは、まあ、MOI とかクラブ MOI とかいっぱい言葉があるじゃないですか、はいはい、合わせることですごく安心感が増す、はい、結果振り心地も良くなる結果も良くなる、はい、これもこういう人もいます、はいはい、だそこにこだわりすぎてなんかこう数字の奴隷になるようだったらあまり気にしない方がいいと思います。所詮道具なんで、うん、はい、なるほどね。で5番アイアンと7番アイアンとサンドウェッジを全くそっくりな力加減で振ってるかってそうでもないじゃないですか、うん、はい、違う、9番は絶対違う振り方です。5番アイアンだったらちょっと力入れて飛ばしたいと思いながら打ちながらも、うん、サンドウェッジになるとこうオーバー飛びすぎないちょこんって振ってるケースもあるんですね。いやでもこれ見てる人は僕あえて言いますけどおっちゃんが多いんですよ、はい、おっちゃん僕もおっちゃんですよ38だから僕もだいぶおっちゃんですけどおっちゃんはどやりたいんですよ答えを言って、はいはいはい、向き合うための修行としてはいい考えようみたいな、はい、一緒に見つけよう。そうですね、うん、おっちゃんには厳しい言葉になったな。でもこれもやっぱり道具っていうか自分のその所有欲を満たす重要なことだと思うんですよね、うん、はい、いいと思いますよ。難しそうだから頑張るとか、うん、本当は S の方がいいショットが出るって分かっててもあえてそうじゃないクラブで、うん、俺はこんなにこだわってんだぜってアピールしたい自分もいるじゃないですか、はい、特に男性ゴルファーって見えっぱりなんでこれが触れる人になりたい、はい、ただ女性ゴルファーを見てるとちょっと男性と傾向が違うのは女性ゴルファーはクラブにどちらかというと結果を求めてるというかこれを使うことによってどんな結果が出るのかっていうこととあとビジュアルで自分の好きなカラーとか触り心地とかシルエットを求めてるっていうケースが多いですね。結果的に女性の方がこうクラブの買い替えサイクルが少し長くなったりとか、うん、変えるのにかなりの強い理由がないと変えない、うん、本気。男性はどっちかというとマーベリックを新モデルちょっと買ってみようかなっていう、うん、こうちょっと浮気心が働くじゃないですか。シブロピンみたいな。これはちょっとだから傾向として違うかな。わ、はい、かります。もう大体話しました。はい。でというわけで球打ちましょう、球打ちましょうっていうかクラブ振りましょうのかいきましょうかね。あ、そうですね。じゃあ宮下さん前回の、うん、7番がD3、うん、6番が D2 でしたと。じゃあまずこれをちょっと両者を、うん、まあ、改め、まあ、このインドアの環境の中で感じることをちょっと打ち比べてみてください、うん、はい、でそれにちょっと合わせてはどうなるかやってみましょう、うん、実際ね、はいはい、バランスじゃあまずちょっと7番を打ってもらうと。いやこれねいつまで経っても緊張しますよね。赤いですか。はい、気持ちよさは何パーセントぐらいですか。一生懸命語ってほしい、はい、とりあえず、はい、バランスが違う6番アイアン、はい、いや現実そうだと思いますよ。いや志田とかピッティングって現実そうだと思いますよ見られてこの距離でなんかちゃんと当たらなきゃいけないプレッシャーってかかるじゃないですか。そう僕はなるべくプレッシャーはもう見ませんが本当はやりたいんですよ。大事ですよ、ね、いや、ほんと大事です。なんか違う、はい、7番っぽい音は聞こえました。ちょっと戻ってくるでしょ。あ、ちょっと今トップ気味になりましたよね、うん、はいはい、トップ気味なんですけど、あれ軽い方が戻ってくるの早いんじゃないですか、うん、一概、一般的には、うん、遅かった。一生懸命振ったのかな。7番と比べてのその一生懸命具合って今日はどうですか。今日この環境の中での感触、あの7番の方が変な言い方なんですけど、はい、重いからか分かんないですけど、はい、トップが浅い気がしましたね。ああすごいところにフィーリングが、はい、じゃあ今度はちょっと6を、はあ、まあ重りで森を張ることで、はい、じゃあ同じバランスにしましたとちょっと分かりづらいかもなんですけど、じゃあこれになるとじゃあ7番と6番が、まあ、どう差が縮まるのか、はい、
これ一応さっき測ったんですけど、そうですね、うん、3と D3 と D2 を、はい、まあ、鉛を貼って同じ今 D3 に揃えてる、はいはい、重く感じますよ、はい、どうなるのか分かんない、やっぱりなんか戻ってきてる気がするんですけど、はいはい、7番に似てきました、ね、はい、はい、思い込みかな、思い込みでもいいです、うん、当たる瞬間にこうなっ、はいはい、さっきこうだったのがこうなってて7番に近い気がしますけど、でおそらく弾道測定器で例えば5球ずつ比べた場合の結果が出る出ない、多分そんなに差はないと思うんですよね。うん。やっぱりその揃ったからといってトップすることもあるし、はい、当然人間がやるわけですから、はい、さっきの軽い時でも、ないショットも出ると思うんですよ、はい、だからこれはあくまでフィーリング、うん、まあ、こちら側が、揃えた方がいい、揃えた方が良くないって押し付けるものじゃなくて、うん、やっぱり打ち手、使い手自身が、うん、揃ってた方がやっぱり7番に似てると思えばそうすればいいですし、うん、最後の塩加減と一緒ですよね、うん、あ、例えばそのね、はい、ポイントが1個違うくらいの違いだったらってことですよね。今の話を伺ってる範囲、宮下さんの場合は、同じアイアンセットの隣同士で言ったら、はい、差はない方が多分気持ちいいんだろうなっていうのは分かりますよね、うん、はい、これが4番アイアンとかになってきたら、じゃあそれをドライバーまでやるべきかとか、例えば8番も9番もピッチングも全部14本、まあ、13本を揃えた方がいいかっていうと、はい、全くそういうこともないですし、そうですね、はい、もう一つは今パターの重量ってそのすごく重いものが増えてきてるんですね、はい、パターにバランスなんて求めたらそもそも揃えられない、はい、今は、はいはい、ヘッドが大きくなったりしてきてますからね。なんかでも今の話聞いてたらバランスって話でいくんだったら、はい、僕はウェッジ、サンドウェッジ以外は上に行けば行くほど軽くしたい気持ちになるような、はいはいはい、でこれでまあ、まあ、いろいろ後でやりますけど、はい、PCM ラボのプロファイルフィッティングで一つ、はい、じゃあ具体的に今は7番アイアンと6番アイアンと比べましたよ、はい、でもゴルフ場で7番アイアンを打ったと6番アイアンを打つシチュエーションっていつあるのって話まあね、そうですね、はい、それは比べれば、こっちが軽い重いって比較論はもちろん、はい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 、現実コースで7番アイアンを打った後6番アイアンを打つ状況って18ホールのうち何回あるんだろうって考えると、はいはい、やっぱりゴルフ場で使う番手の順番の振り心地しか現場では感じないわけですよ、まあ、横は近くてもいいけど、はい、左右を見るのはもちろんこういう打ち比べも必要ですし、ヘッドが見つかった中、グリップが決まった中でシャフトがどっちがいいって比較論はいいんですけど、はい、あんまりこの差の話とか打ち比べばっかり、特に弾道測定器にこだわりすぎると、はい、ゴルフ場で使う順番とか、はい、全然関係なくなっちゃうんで、確かにそれはそうですね。例えばすっごくアイアンを練習してまんべんなくアイアンを打ちたいっていう方には必要な情報が、はい、練習場だといいですね、はい、っていういつとかっていう状況がすごく大事なんで、はい、その中の指標の一つ、そうですそうです、で宮下さんが言ってるバランスフロー、うん、長くなればなるほど数字がちっちゃくなることでなんか振り切れるっていうのが、なんか気楽になりそう、これもあります、うん、あるんですね、はい、で逆に、歴史上の名機をたどっていくと、うん、長いものほどヘッドが、重くなっていく、その逆フローのモデルもあるんですね。あ、そうなんですか、はい、これのすごく成功者プロゴルファーもそうだし、うん、売れたっていう歴史もあるんで、うん、どれがいいとは一概に言い切れない。どうしたいかですよね。逆にあと今で言ったらその、ブライソン・デシャンボーってあの科学者って言われて、何番でも全部同じ長さに揃えて、うん、重さも、あ、そうなんですか、内角も全部、7番も8番も9番もっていう人もいるんですよ、はいはいはい、その安心感でものすごく活躍してる人もいるし、事実その方が同じその距離のアドレスで打てちゃうから、うん、楽っていう人もいる、うんうんうん、なるほどね、どうしたいかの一つだ、そういうことです、はい、わかりました。